どうもー。サンチさんから届きました。ミステリーボックスショー。いやー、いいですね。タブレット当たりましたって。あ、いや、タブレットは当たってません。これは自前です。ねー、マインドリバーシ。好きなね、漫画です。とりあえず宣伝はしときましょうみたいな。好きですからね。ねー、こんな感じです。こんな感じでね。表紙しか出しませんけどね。いや、表紙以外もあるんですよね、ちゃんと。ちゃんと持ってるからね、こうやってページも開きますけどね。それはそれで。ね、1巻と2巻あります。でも、デジタル版なんで、本当に欲しいものもありますね。これはこれで、まあ、当たってね、どれどれ。うちにありますからね、とりあえずは。まだどっかにもそれに転がってるだろうけど。とりあえず開けたいと思います。これ、ハサミです。ハサミです。ね、バシッてやって、中身切れたらごめんなさい。よしと。ね、サンチュさんからいただきましたからね。いやね、なんか変なもん転がった。やばい、センテンシブ。ね、懐かしいですね。ね、いい感じです。ね、レイムです。ね、こんなのもポンって置いときましょう。こっちに置いたらダメか。こっちにポンって置いときましょう。あ、転がりました。で、ここをちょっとやって。あんまりやるとさ、あれなんで、そーっとそーっと、そーっと開ける。そーっと開ける。この、あれ、開かなかった。テープ開かなかった。そーっと、よし、ここで交差してるのか。ってことは、ここで、交差してるから、ここで、ちょっと切れ目入れて、よし、はい。あ、なんか、やばい目のもの入ってるかもしれない。いきなりやばいもの入ってました。やばい、開けたくないような。開けたらまずいような。お、やばいです。スケベです。エッチショーです。あ、これいいね。しかもクリアファイルでステッカーセットって、まあ、全10種類だから、この他にもあるんだろうけど。あ、ステッカーも入ってるね。要するに、これが10種類あるんだね、本来はね。ねえ、あ、スパイファミリーね。結構好きなんですよね。しかもいっぱい入ってるよ。おい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 みたいな。これ仕事場のファイルにちょっと物挟むのいいかなって感じですね。ちょっと推しの子が、ちょっとここら辺がちょっとやばい、やばめなんで、ちょっと切れちゃったんで、この辺ね。ちょうどいいです。ねえ、そんな感じですね。お、サン TV さんの名刺です。しかも袋に入ってます。あ、しかも裏見えないです。裏なしです。裏付け。あ、スパイファミリーです。あ、ねえ。裏見えないです。なしです。みたいなね。それはないですよね。これ開けちゃった方が、お、いいのかな？あ、お、お、ちゃんと裏もあります。気になった方は QR コードで見てください。なんだ、サンチさんのやつですね。名刺ですからね。これは、YouTube と X ですね。で、かわいいね、あれですね。で、ここほら、4つ。サンチです。食べに行かないといけないです。最近食べてないです。ね。で、こっちの裏面は、こんな感じです。ちょっと待てよ、いつだった？いつだった？ちょっと待って、よーく見たら椅子ある。俺も欲しいって言ってた椅子あるんだけど。マジ？ちょっと待ってよ、これ。ミステリー賞って言いながらすっげえ一番いい賞じゃない？俺からすると。うわ、マジだ。いやー、サンチさんありがとうございます。いや、もう何も言えない。いや、ちょっと待ってよ。名刺も嬉しいけど。椅子ある。マジか。これ早速飾るしかないな。椅子ある俺、しかもこれ当たった次の日にラウンド1行ったんですよ。ラウンド1行ったらなんかガタヤってこっちと UFO キャッチャーあって、こっちとこっちなんかある台があったんですよ。こういう感じで。こういう感じでステージがあって、こういう感じでね。こことここにあって。で、これがこうやって乗っかってんですよ。で、端っこすぎてどうやって取るのみたいな。こっちと、しかもこっちにもあったんですよ。こうやって。どうやってこの端っこ取るのって言って悩んでました。
取れなかったです、そうですね。いやー、ありがたいですなー。これなんかもすごいいいんだけど。え、ちょっと、あれちょっと待って。今、一個ありましたよね。なんか見えますよ。ちょっと、やばくね？ちょっとやばくね？テンション生まれ上がってんだけど。ちょっと待ってよ。もう、飾り用とあの保存用で2個あるみたいな。ねえ。いや、マジだ。ちょっと待ってよ、2個。ちょっと待ってよ。もうダメだ、これ。笑うしかない、嬉しすぎて。人間嬉しいと笑っちゃうんだな、やっぱり。いや、びっくりですね。置く場所ないわ。ちょっと待ってよ、これすごいんだけど。いや、びっくりですな。あ、そして、あ、トートバッグ。ああ、ちょうどエコバッグが壊れてきたんで。うちのエコバッグよりはちっちゃいのかな、一回り。でもいつも買ってくるのが、なんだっけ。アクエリアスのゼロ。使ってるんで、あれを買ってくるんで、よいよと思います、それ。あれ1本と、コーヒー1リットルの1本と、残り適当なものを買うんで、これいいかもしれないね。おー。しかもおっさん持ってても、これならさ、アニメのキャラの絵がないでしょ。まあ、ここにあるけどね。ワンポイントですからね、ここにね、ワンポイントね。うん。ワンポイントですからね。これはいいかもしれないなっていうの。なんでこんなチョイスするんだろう。すごいうまいな、チョイスの仕方が。ねえ、びっくりです。で、ちょっとわかんないからこれ。なんかわかんないから、ちょっと。で、さすがにこの袋でちゃんとやってますね。うん。これ叩いてやるんです。バーンって。いや、違うと思う使い方。ねえ。で、ぬいぐるみですね。しかもこの顔って結構好きなんですよ。いや。ねえ。こんな感じでね。いや。まだあります。届かない。あ、やばい。ちょうどさ、あれまだ、あれ手短いから届かない。ちょっと待って、何個ある？すごいいっぱいあります。さあ、何でしょう、これ。タオルです。ロングタオルらしいです。料理剣士。いやー、昔見てましたな。新しい方見てないです、実は。昔のアニメの方は見てたんですけど、新しい方は見てないんで見ようかなと思っていました。漫画の好きですけどね。今何書いてるのかな、この作者。そういえば調べてません。調べてません。ひどい。もう、剣心ですなぁ。ねえ。いいよね。おぉ。ねえ。これで3枚 ?4。あれ？ちょっと待って。全種揃ってるよ。あれ？ちょっと待ってよ。え？ 1、2、3、4、5、6。あ、ほんと全種だ。こういう時ってさ、逆に同じのばっかりでさ、がっかりさせようとするんだけど、なんでこんなにがっかりさせないような仕様にするんだろう。うまいな、入れ方。あらあらあらーって。これ気になるな。これは、これテーブルに引いといても、ランチョンマット的に使ってもいいよね。タオルとして使うのはどうかなと逆に思っちゃいましたね。タオルならもちろん重こもくして熱い方が汗吸い取るかなって。一番口にそこまでのね、あれはね、ののじゃいけないんですけどね。だから結構、テーブルでランチョンマット的に食べるのに引けっていうの、でももったいないっちゃもったいないか。でも使うんだよな。いや、嬉しいね。てか、本当にびっくり。いや。ねえ。で、これ、ちゃんとあって。で、届かん。で、おぉ。ノーゲームノーライフ。懐かしい。アニメ見てました。ね、浮き輪。本当に浮き輪ある。浮き輪です。浮き輪欲しいったら本当に浮き輪来ました。ねえ。
浮き輪いっぱい集めてね、ぶっちゃけフィギュアを避けて 違うものを乗っけるという、ことをやったりとかするんで、ひどいことですな。ね、ちょうどいいかもしれないですな。で、もう少ししたら、ちょっとね、アンドロイドも実際にまた久しぶりに買おうかなと思ってます。今最近買ってないんで、まあ、古い良しはないっす。だけど、まあ、それなりのものですよなっていうのは残ってます。だいぶ売っちゃいましたからな、アンドロイドね。もう入りきらない本になっちゃいましたから。今も入りきらないんですけどね、物がね。やばいっすな。じゃあ、ありがとうございますね。で、これは、一応草かと思いました。だってこうやって言ったらさ、長ネギが入ってる。絶対長ネギだよ、これじゃ。采配のあれですね。おあ、ちゃんと台もあって。で、まだある。わからん。わからん。これ開けるべきだな。よく見たら、浮き輪です。散々浮き輪といったら本当に浮き輪です。ポテさんのとこで見たことあるような気がする。で、浮き輪です。ね、浮き輪です。浮き輪です。これ落ちそう。ああ、こういう感じね。こういう感じね。よいしょ、滑る。こういう感じで、これはなんだ？これは謎です。波かなんかだと思うんだけど、謎です。こういう感じなのかな？まさか乗っけるとは起きないよね。ね、波の話ですね。ね、ぶっちゃけさっき、あった。こういうことなんですよ、僕からすると。こういうふうにしたかったんですよ。こういう感じで、ネンドロイド系のやつに、浮き輪の上に乗っけるみたいなね。このキャラじゃないですけどね。そういうために浮き輪さんで、だって、これ作れないでしょ、浮き輪だけ。売ってないし。で、こういうようなサイズってさ、なかなかないんだよね。だから浮き輪ってなっちゃうんです。ね、あ、でも可愛いから、でも可愛いからこのまま乗っけちゃって、そのままパソコンの前にでも置いとくか。最近起動しないパソコンの上にポンと置いとく。それはそれでいいよね。ねえ、本当に浮き輪です。びっくりです。これちょっと閉まっときましょう。傷ついちゃう。少しでも傷ついたら、あれなんでね。とりあえず、よいしょと。いや、でも浮き輪ね。まず部屋片付けないといけないという、大前提あるんで。片付けるや、お前とかになってないけど。なかなか部屋を乾かなくて。桂正和さんも自分の事務所のとこ片付けてましたね。やっと終わったらしいですけど、結構大変そうですね。漫画家さんもね、事務所もね、大変ですよね。昔のもの出てくるとさ、やっぱりね、見ちゃうしね。で、あ、これは何でしょう？おー。さて、どうだったみたいな。出ない？ え？あれ？ダメだ。嬉しい。これもこれで。しかも、ここにある。ああ、嬉しい。なんもない。嬉しい。飾ろう。とりあえず。てかね、取れないからね、取りたいなって思った時にさ、取れないからさ、ね、嬉しいなんて言葉しか出ないっていう。これの時にいい人だったらね、結構いろいろね、うまーくコメントするんだろうけど、無理です。ボキャブラリー少なすぎます。語彙力ないです。もう嬉しいの一言です。ありがとうございます、サンチさん。
これはこれでびっくりです。であとはないです、こんなないです。作業奥さんが楽しみにしてた粉はないです。粉はないです。ガチゼロですよな。いやこれも嬉しすぎるよ。シワちゃん、いや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 、マジかよって感じですよ。うん、1個でも嬉しいのに2個っておかしくないか。おいおいおい、いや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 、もうありがたいですね。感謝しかないです。ね、あとはもう本当にさっき見たようにないですから、粉ないですから、こうやって、ちゃんと一発撮りですからこれ。いや、サンさん本当にありがとうございます。ついでにもう一回ね、マインドリバーシね、漫画作者の方がね、猫のシャンモさんですからね。それで配ってるんで、一巻だけ無料で匿名で受け取れるのかな。なんかあるらしくて、あと手渡し、地元の人がなので、そういうので読まれる方もいますし、無料だったり今セールしてるところがあったりして、電子書籍で、で半額だったり77円だったり0円はもうないのかな。あと途中までは無料で読めたりとかするんで、気になる方はね、見てくださいって感じです。で本当にハンさんね、いい方です、びっくりします。しかもこれおこぼれでもらってますからね。最後にって感じで、まさかなって感じでね、感じですからね。で、実際はい、ハンジさんの今の現在こんな感じです。ね、X です。ね、美味しそうです。ね。これはこれで美味しそうです。食べてくださいって感じです。なんかスタッフがいっぱいいるらしいですよ。ね、配信後スタッフが美味しくいただきましたって。さすがハンジさんです。ね、スタッフ3000人も抱えてますって。3000人はいないかもしれないけど、2000人はいるかもしれないという。ね、いや本当にありがとうございます。ね、で最後にね、いろいろもらいましたので、これうちはあれですね、こんな感じでね、嬉しいですよね。袋に入ってるのはちょっと置いといて、ね、トートバッグもありますし、いやね、嬉しいですね。トートバッグ上にだから結構実用性のあるものを買ってあります。ちょうど なんで分かったんだろうね、俺ファイル足んないって。しかもさ、ゴミのようにポンって入れるんならまだね、ファイルも分かるけど、ちゃんと一つちゃんと入ってるってすごいですよ。ね、ちょうど1枚壊れてたの、一言も誰にも言ってませんからね。それほんとちゃんと1枚入ってるし、びっくりですね。クリアファイル、いやだって、エコバッグ壊れたなんてさ、壊れはいないけど、もう薄くなって破けそうだってさ、ね、言ってもいないのに。うわーって感じでね、すごいですよね。超能力あるのかもしれないです。びっくりです。サンチュさんのね、普段の配信も面白いんで、でね、クレゲの配信もやってるし、動画もやったりとかします。結構楽しいところなので行ってください。で、今回そうですね、撮ってるのが今、2024年10月の19日現在なんですけど、18日からサンチュさんの方の配信で、配信だね。それでお題あって、ポイント制でぶっちゃけ言うと物はもらえると、10ポイント先に行った人、まあ大喜利みたいなもんですね。お題があって、たまにやるらしいです、それを。毎回じゃないです。大喜利があって、それでポイントをもらって、10ポイント先に行った人が好きなもの、多分好きなものといってもね、僕は冗談では言ってますけど、綾波レイの等身大フィギュア、一分の一欲しいとかって言ってますけど、冗談で。あれたちがどこだ、セブンイレブンかなんかで5年か10年前かしたけど、確か100万だから言ってた気がするんですよ。確か俺の記憶では、今知らんけど、ねえ、確か限定一体やと思ったような気したけど、あったような気がするんです、頭の中で片隅で。
だからそれは冗談で言ってるんですけど、うん、そういうのは除外して、あの多分取ってきたあのクレゲのね景品だったり、まあそれに準ずるものが選べたりとかするらしいんで、それとあの3ヶ月間とかあの1年間でまたあの総合でやってみようかなみたいな感じのイベントというかあの企画というか長期ですよね、うん、もうその瞬間に僕はもうこれからもう YouTube で動画やっていくんだっていう意気込みが感じられます。はっきり言ってすごい意気込みです、うんね、本人そういうふうには言ってないですよね。でそれじゃなかったらだって別に、ね、3ヶ月後半年1年後ってなんていうかな、やってるかやってないかっていうのはあれだけど、意思弱い人は言えませんから、うん、ね、それはすごいです、うん、なので気になった方がいればサントさんのところに行ってください。そうすることによって、うん、景品があったりあと楽しくワイワイできたりとかしますんで、うん、で今名刺にサンチュTV って書いてますけど、もともとサンチュっていう感じでやってたんですけど、で、あ、じゃあもともと違うのか。サンチュってカタカナでやってたのをひらがなにして、で、サンチュ TV って名刺が作ったんで、今の名前がサンチュ TV っていう名前でやっております。活動しております。うん。サンチュさんって呼べばいいです。うん。ねえ。そんな感じでね。うん。もう一回UR コードも出しときますか。んで、ちょっと、ね、サンチュさん、UR コードちゃんと。綺麗に写ってるかとかは別だけどね、俺のは。ちゃんとサインもあります。ね、そして、ポンと置いて、昨日はこれでいいか。のんびりとやっておりますけど、いつも通りでございますけど、サンチュさん検索かけるときは、よいしょと、サンチュ。で、検索かけると、だいたいこんな風に、サンチュさんじゃないの出てくるな、そんで。多分、サンチュ、TV で出るのか？まあ、面倒くさいから、こういう感じでやってくれれば、うん。ここに、サンチュ TV って伸ばします。カラーってあるじゃないですか、これ。面倒くさいから、このまままっすぐしたら、普通に出てきました。うん。で、チャンネル登録数で、まあ、250人ですから、あと、ね、増えてくれた一方です。ね、登録してあげてください。で、今回なんだこれ。アソベース豊川店のところでも、配信やってました。で、これは違うやん。今回じゃないね。前だね。4日前って書いてるよ。あった。こっちだ。あ、やってるね。4日前って言うのは5時間前にもやってます。配信。アソベース豊川店よくわかんないけど行ったことないからね。行けるわけがないんだ俺はって感じでね。で、新たにこのクッキングやったりとかしてますし、こんな客はどうって。ここを見てください。こういうので、やってますんで、いろいろ。結構面白いんで、サンチュさんって方はね。で、返しもうまいんで、で、よろしくお願いします。ということで、今日はこれで終わります。いや、本当にサンチュさんありがとうございます。ガチでのイスです。いやー、嬉しいですなー。てか、名刺落ちちゃった。やばい。ね、名刺落ちちゃダメですね。ね、ありがとうございます。本当に嬉しくてもうね、もう夜も眠れる。いや、それは眠れないとね、人間ですからね。てか、夜多分寝れないですね。リアルなことでさっきは寝てました。今の時間が何時かは言いませんけど。そんな感じでございます。本当にありがとうございます、ハンセン。ミステリーボックスショーです。ね、本当に嬉しいです。では、皆さん見てくれた方、ありがとうございます。では、また会いましょう。